魔剣は永遠に封印されるのよ。そうですね。私はこれからその後のことを探してみたいです。ねえ、私のこと好きだよね。私と一緒にどこかに逃げよう。暗闇がこの世界にどれだけの血を流させたんだ。絶対に全てを終わらせてみせる。楽だったな。やっぱ俺ら強えわ。お祝いには焼肉は欠かせねえよな。私の中にはとんでもないものがあるみたいですね。いつまでも私を守ってくださいね。おい、オイラの唯一のワンドで手羽先を焼かないでよ。ひどいな、もう。ここを抜ければルシリスゲートの南門へはあと少しです。待ってください。町に軍隊が駐屯しています。これはバーレル王国の兵。なんだよなんだよ、ここを通らなきゃ南門には行けないってのに占領されちゃってるじゃないか。姫様、敵のようです。ラーカスの残党ですか。おそらくは山を越えるためにこのライリムの峠を通るつもりでしょう。我が国の今後の行動のためにもこの地を奪われてはなりません。迎撃の準備を。相手は女性が司令官のようですね。これはフレア姫。ここを迂回している暇はありませぬぞ。急がれば。フレア、ほらほらほら、リハルト、何ぼーっとしてるのよ。ああ。街の入り口を封鎖しなさい。よい。リハルト様、ここは全ての門を突破しようとせず戦力を集中して突破するべきです。間違いない、フレアだ。え、リハルトの幼馴染っていうお姫様。フレア姫、俺だ、リハルトだ。俺を忘れてしまったのか。リハルト、そんな男は知らぬ。フレア、敵に慣れ慣れしく名を呼ばれる覚えはない。私の使命はお前たちを倒すことだ。悪いが死んでもらおう。頑張ろうよ。いいですね、かわいそうな。どこ見てるんだよ。フレア、俺だ、リハルトだ。久しぶりね、リハルト。騎士になることはできたの？ああ。そう、おめでとう。しかし、まさかこんな形で再会するとは。どうしてバーラルは、ウィルダー王は同盟を破りラーカスに攻め込んできたんだ。半年前ラフェルの都でウィルダー王に会ったが、とてもあの優しかった王とは思えない。人が変わってしまうのにそう長い時間は必要ないものよ。まさか
君まで変わってしまったというのか。君までが戦いに出てくるとは。女と思って甘く見ないで。こういう状況になってしまった以上、あなたと私は敵同士。手加減はしない。ディハルト、あなたが悪いのよ。あなたが私の前に出てくるから。わからない、フレア。わからないよ。なぜバーラルはラーカスへ侵入してきたんだ。俺たちは戦う理由なんてなかったはずだ。私はバーラルの姫なのよ。王がラーカスへ侵入すれば、私はそれに従って戦うしかないもん。だから今の私とあなたは敵同士。もう昔へは戻れない。私たち戦うしかないのよ。フレア、君を傷つけたくない。だが今はそんなこと言ってられないか。手加減は無用よ。来なさい。行くわよ。行くぞ。俺の出番だ。ここここ。
それでも食らえ。行くぞ。何かお手伝いできることありますか。よろしくお願いしますね。いいですね。なになに。いいですね。だけじゃなく司令官としての腕も上がったようね。フレア姫、我々はあなたを捕虜として。それはできんな。誰だ。ダークナイト。ふん、私がいなければ姫も守れんとはな。バーラルには無能な兵士が多い。やつがやるか、こいつ。待ちなさい、ピエール。賢明ね。ダークナイトに勝てはしないわ。噂には聞いていたが、なんという威圧感を持った男だ。このライリムの町は貴様らにくれてやろう。だが、姫は返してもらう。フレア！今度会う時には手加減は無用よ。私も
全力で戦うわ。フレア。